昭和天皇と式辞を読む宇沢わ明晩年の宇沢、わ、ふ明治大学するが大キャンパスの宇沢、わ、ふさ,教像さわ教蔵、宇沢わ明から1955年10月21日は、日本の弁護士、政治家。学位は、法学博士。新時代で、宇沢聡総名とも表記される。救名、総一。第一、東京弁護士会会長、衆議院議員、貴族院議員。 大東文化学院総長、明治大学総長、国際キリスト教大学評議委員会議長などを歴任した。青山学院大学学長を務めた経営学者の宇沢昭和は次男。1872年、千葉県ながら郡上大田村にて、不能、宇沢美野松の長男、総一として誕生する。1886年に、地元の大田小学校高等科を卒業。 まもなく、校長、鶴岡清二郎との縁故もあって、最年少の教員として同校に就職する。鶴岡が退任すると、村長の紹介の下で受者の大田は人に、弟子入りし、石井菊二郎らと共に漢学を学ぶ。その補助教師、第一高等中学校を経て1900年に、東京帝国大学法科大学読法科を卒業。1908年に、 法律と道徳との関係で法学博士となる。1908年5月、第10回衆議院議員総選挙で衆議院議員に当選し、以後当選6回。1917年4月、第13回総選挙で当選したが、衆議院議員選挙訴訟の結果、安保軍での選挙が無効となり、同年12月8日、千葉県知事により、吉上正一郎、木村正次郎、 関和地、津田木一、宇沢坂井八、柏原文太郎、磯野隆加石一、土屋清三郎と共に当選証書が取り消され、議員を退職し、同月に実施された再選挙で当選した。1928年には、貴族院議員に選ばれたが、後日の藍沢事件で、藍沢三郎中佐の弁護を担当したことで、行動派早りの人物との誤解を受け、 1937年9月13日をもって議員辞職を余儀なくされた。極東国際軍事裁判においては日本側の弁護団長を務めた。その他にも弁護士として以下の事件の裁判の被告の弁護をした。1901年に明治法律学校講師に迎えられ岸本達夫に代わって法学通論の講義を担当した。九百十二年に 明治中学校初代校長、1920年に、明大法学部長、34年、43年、49年、51年には、総長に選出された。また、明治大学有弁会の初代会長でもある。明治大学及び同附属中学校の校内に、教像がある。大東文化学院でも1927年以降、第四代、五代、九代、 12大総長を務めた。1955年10月21日、心臓麻痺のため、渋谷区千駄ヶ谷の自宅で死去。葬儀は明治大学記念館で構想により行われた。ありがとうございます。